兵庫県宝塚市、友達と会うのにこの辺まで来たんだけど、ちょっと待ち合わせまでまだ時間があるからコーヒーでも飲みたいな。どっかこの辺にあったらいいんだけど、まあゴリゴリの路地だからおしゃれな店とか、まあ喫茶店とかちょっとあるかなとこだけど、何を隠そう、私コーヒーがねめちゃくちゃ好きなんで、ストレートブレンド、まあ何でも飲むんですよ。時間や社会にとらわれず幸福に空腹を満たすとき、つかの間彼は自分勝手になり、自由に誰にも邪魔されず気を使わずコーヒーを飲むという孤高の行為。この行為こそが現代人に平等に与えられた最高の癒しと言えるのである。いや、路地進んできたらなんかすごいおしゃれというか謎の場所に来ましたね。なんだここ、かわいいウッドデッキみたいなノリの、いや、こうすごい工事してる、すごい工事の音。あ、これお店かな、お店か、お店の庭。あ、これがお店に面してる道路だけど、バキバキに工事してんだ。すごいね、細い路地で。あ、これやっぱお店だ。トベラ、トベラ、あ、なんかよくわかんないけどおしゃれだから、まあコーヒーとかあるか、カフェみたいな店なのかな。ここにしようかな。 OK、 ここでコーヒーがあったら、あ、なんかうまい、その飲みしょ、うまい、うん、はい、こんにちは、ナメ様ですか。アイテルは好きなんですけどどうぞ。あ、はい。おい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 、ちょっと待ってくれよ、想像以上に中かわいいな、このテーブルとか椅子とか。え、ちょっと ドキドキしてきちゃった。僕入ってた、ここの席にするか。あ、どうぞ。ありがとうございます。失礼いたします。こちらメニューでございます。ありがとうございます。失礼いたします。どれどれ、コーヒードリンク、あ、やっぱコーヒーあるじゃん、ホットコーヒー、アイスコーヒー、あ、デカフェとかもあるんだ。あ、結構バリエーションあるんだな、フロートで。コーヒー3種類、エチオピア、トベラブレンド、お出かけブレンド。はあ、コーヒーも3種類あって、で後ろはラテとかもあるってことか。これ迷うな、でもやっぱりちょっとコーヒーにします。すいません。はい、このホットコーヒーのトベラブレンドの中入りっていうの、はい、とりあえずこれください。かしこまりました。お願いいたします。お願いします。今日は中入りにしよう。いや、ここすごい窓めちゃくちゃでかいし、なんかこの花おしゃれだな、すごい気分。あ、誰か来た。こんにちは。後ろで綺麗ですね。かすみ沢です。一人で。あ、はい、あ、常連さんかな、にしては花間違ってたな。失礼いたします。ありがとうございます。裏がと、裏が、ごまチーズで。ごまチーズ、はい、かしこまりました。あ、やっぱ頼み方慣れてるな、やっぱり常連さんだ。これおもむろに本棚を漁るって常連さんしか多分しないもんな。本の場所も分かってたし、なんか変なサイズの本を取ったけど、なん、何見てんだ、ちょっと見えるかな、これ何の本だ。ん、イカダの旅に出よう、イカダの旅に出よう、何の本これ、何の本を、すごい真面目に読んでるけど。いや、頼んだコーヒーはトベラブレンド、中入りのブレンドか。ケニアとコロンビアが混ざってるって言ってたな。まあ飲みやすそうだけどね、焙煎度合い中入りでどういう感じになるのかと、これは非常に楽しみですよ。ちょっと肌寒くなってきたね、今2月後半ぐらいか。なんでまあ警備員さんも大変ですよね、コーヒーが美味しい季節だけど外はねまだ全然寒いと。失礼いたします。お待たせいたしました。はい、トベラブレンダーの注意でございます。はい、ありがとうございます。ミルクはご利用でしょうか。あ、このままで。かしこまりました。おめくりどうぞ。ありがとうございます。来た来た、これはなんかもうすでにいい匂いがするからね。ちょっとどれ、あ、すごいいい匂い、あ、すいい、あ、いい匂いだ。早速もう細かいこと、あとは飲みます。あ、
これ、あ、なんか懐かしい味もする、なんか遠い記憶を思い出す。あ、おー、危ない危ない、飛ぶとこだったぜ、コーヒーで。危ない、これうまいな、シンプルに。なんだろう、口当たりすごいまろやかだけどコクもしっかり感じて、もうシンプルにうまいコーヒーだなっていう感じがするな。あ、なるほどね、どれこれ油浮いてんだ。っていうことはネイルドリップとかのまったり感かな。でもそれとはちょっと違う気がする。フレンチプレス、うん、もっとなんかまったりしそうだけどな。これなんだろう、後で店員さんに聞いてみようかな。このカップもなんかすごいぬくぬくしてて優しい可愛いカップだな。うん、飲みやすくてスイスイ進む、これうまいな。そしてこのとんでもなく丸い形のスプーン、これも一緒に添えられている、おしゃれですね。いや、うまい、これ。お、失礼いたします。お待たせいたしました。横の人のが届いたんだ。グジウラがエチオピアか。ゆっくりどうぞ。え、あ、これごまチーズケーキ、うん、まそうだなこれ。はい、どうですかこのグジウラが。まあ常連さんだからね、飲み慣れてるのかもしれないですね。どんな感じだ。落ち着いてますね、すっごい落ち着きを見せている。美味しいんだろうな、さぞ落ち着く味、そういう感じ。あ、ケーキ入刀してる、これ気になるな。これ、あ、美味しそうな吐息、どうだ実際これ、美味しそうですか。あ、うまそうに食うな絶対うまいじゃんこれ。これは行くしかねえ。すいません、あ、読んじゃったよ。後悔はもうこの時点で1ミリもないです。クリームを1回もらってもよろしいですか。かしこまりました。何種類かね、ケーキあった気がするんだよな。いや、うまそうに食うな、しかし。いやー、これ楽しみになってきた。失礼いたします。ありがとうございます。失礼いたしました。ありがとうございます。ケーキって あるんですよ。あるんですか。はい、ございます。何ですか。その3ページ目に。あ、今から頼んでもいいですか。もちろん。コーヒーチーズケーキを。はい、かしこまりました。お願いします。ではご用意させていただきます。はい、お願いします。失礼いたします。コーヒーチーズケーキ、名前だけで 100% うまい、価値格です。ん、あ、なんかさっきの本かな、自然の中のトイレ、そんなページある。さっきイカダのあれでしたけども、すごい真剣に読んでこれね、ちょっと怖い人かもしれない。お待たせいたしました。きたー、ケーキでございます。すごい、最高。これは自分のところで作ってるんですか。はい、こちらで焼いております。自分のところで。いただきます。ごゆっくりどうぞ。これはもう、あ、匂いもいいな、めちゃくちゃ楽しみだ。いざ、いただきます。あ、え、おいしいな、なんか心が輝いてきた。マジかよ、コーヒーの風味とチーズケーキこんなに合う、うますぎるだろこれ。頼んでよかった。まっ、マジかよこれ、聞いてないぜ、こんなうまいとは聞いてないぜ。さっきのごまチーズケーキも良かったけど、このなんだっけ、このコーヒーケーキ、コーヒーのチーズケーキ、これとコーヒーの相性尋常じゃないの絶対。どうですかこれ。お前すげえ声出ちゃった。すいません。いや、これやばすぎるな、こんなお店で声出ちゃうぐらいうまいぞ。いやー、これはすごい、ごちそうさまでした。最高のセットだなこれ、素晴らしい時間を過ごさせていただいた。ちょっと寄ったりしたらちょっともったいないぐらいの、もうちょっとゆっくりしていきたかったな。ありがとうございます。まあさすがにね、次の時間がちょうどよくなってきたんで行くか。すっげー可愛いお店だし、店員さんも美人だし、いやー素晴らしい時間を過ごした。多分東京の人、え、あ、多いです。
そうです、東京から来ました。うーん、楽しんでいきや。お、楽しんでいきや、はい、楽しんでいき、はい、あ、ちょっとやっぱ変な人だったね。怖っ。楽しんでいき、3回楽しんでいきって言った。ありがとうございます。危ないな、横とかじゃなくてよかった。まあでもあの人のおかげでね、ケーキ頼めだからもう常連さんなのかなと思うけども、いやー満足した。これここやっぱりお店のテラス席だったんだ。あ、なんか気分良くなっちゃったよ。うまいもん食って、うまいコーヒー飲んで、素晴らしい時間だった。またね、この窓から入ってくる光がめちゃくちゃ良かったな。気分がね自動的に良くなるお店、そんな感じだった。トベラっていうお店かの、僕飲んだらトベラブレンドかにチーズケーキ、最高でしたね。ありがとうございました。兵庫県の宝塚市にあるトベラっていうお店にお邪魔しました。もう動画何回も出てるんですけど、ちゃんとしたこういうなんかお店来る動画っていうのはなかったんで、イベントの途中で挟んだりとかしてプチ動画みたいな感じが出てきたんですけど、もう店長の方なんですけど、この方はもうマブダチということでこれに協力してもらいました。どうでした、この迫真の演技は。たまらなかったですね。たまらなかった。最高ってことで、ちなみに常連さんですか。常連さん、おー、認識も別にされてないの。綺麗なシクラメンですね。霞そうですね。最寄り駅は阪急小林と。駅です。小林って書くんですけど、皆さん小林って呼ぶらしいんで、ぜひ近くに寄った際は来てみてください。それこそこういう工事はたまたまなんか。たまたまです。今日と明日だけたまたま工事やっていて、ピンポイントヒマキの工事が目の前に来てるっていう話で、ドベラ皆さん新しい扉開けに来てください。次の世界を目指すのは俺だ。ありがとうございました。